はい、大人やチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、藤田大吾です。大人やチャンネル藤田大吾の弾き語りのコーナー第2弾ということで、勝手にコーナーにしちゃいましたが、今日もね、弾き語りをやらせていただこうかなと思ってます。前回僕のデビュー曲道 to you all というね曲を弾き語りさせていただきまして、本当にありがたいことに、この YouTube もそうなんですけど、僕の Twitter とかインスタとか、Facebook もやってるんですが、そちらの方にもねコメントをたくさんいただきまして、なんと中にはリクエストまで頂戴しまして、本当嬉しかったです。ありがとうございます。ということで今日はね、そのリクエストの中から1曲お届けしようかなと思います。でこの曲リクエストをいただいたのは、あの海外の方で、この曲好きですみたいな感じで、コメントをねくれたんですが、この曲は僕の2枚目のシングルになりまして、ライブでもたくさんやっていたんですが、特にね思い入れがあるのは僕 MV で、当時 PV って言ってたんだけどね、いつの間にか MV ってなりましたよね。そう、その MV に小池栄子ちゃんが、出演してくれまして、当時結婚したばっかりの時で、その結婚したばっかりの小池栄子ちゃんがなんと花嫁姿に、なっていただきまして、ウェディングドレスをバッと着て僕の曲でお芝居をしてくれるっていうような、すごくなんか素敵な、もう本当いい感じの MV にね仕上がっているんですよ、実は。はい、なので、ね、この曲聴いていただいて、ちょっといいなとか思っていただいた方は、よかったらね MV の方もぜひチェックしていただけたら嬉しいなと思います。はい、それでは、早速お届けしたいと思います。愛に手触れて聴いてください。君とまた求めて
しさの中確かめ合う痛む胸を撫でておくれ、そばそばに来て会いに行って触れて会いに行って触れて、そばにいてよ、愛しき人と共にいる、夢見がちな僕らきっと寂しさも愛しさも何度でも重ね合って愛にて触れてそこにて触れ合う愛にて触れてずっと愛にて触れて。ありがとうございました。またお会いしましょう。またねー。